エジプト第四王朝は、エジプト後王国時代の古代エジプト王朝。古代エジプト文明を代表する建造物であるギーザの大ピラミッドを建設した王朝であり、そのピラミッドを建設した王として、クフ王、カフラー王、メンカウラー王の名は広く知られている。マネトは、エジプト第四王朝が、異なる家系に属する8人のメンフィスの王によって、統治されたと記録している。 マネトによる記録は、古い時代については、王党王等が不正確な場合が多いが、第四王朝時代になると王名等においては、同定可能なものも登場する。他に、ヘロドトスやディオドロスもこの王朝の王に言及した記録を残している。スネフェル王像。エジプト考古学博物館修造同時代資料や、古代エジプトの文献資料から知られる第四王朝。最初の王は、 スネフェルである。彼は上、エジプト第16県で生まれた。そのため、第16県は、彼が王位についた後メナとスネフェルと呼ばれるようになった。スネフェルはエジプト第3王朝の最後の王、フニト下級の王妃メルサンク一世の息子であると、考えられている。彼は、フニトより、上位の王妃との間の王女、ヘテプヘレス一世と結婚することでより強固な。 血統的正当性を確保し、不二王の没後にエジプトの王となった。彼の即位以後が第四王朝に分類されている。スネフェルについての記録は多いとは言えないが、彼の即位については、影胸に対する教訓と呼ばれる文学作品に記録が残されている。また、パレルモ石に残された後代の碑文によれば、彼は、知性、第二年に、 ヌビアに侵攻して勝利を収め、7000人の捕虜と20万頭の家畜を獲得したという。ヌビアへの侵攻はエジプト第1王朝、第2王朝時代にも記録があるが、おそらくスネフェル王によるヌビア侵攻は初めて同国を真に服属させるほどの規模であった。市内半島方面への外政も記録されており、遊牧民にも打撃を与えたことが記録されている。 国政の整備も進められた。スネフェルの知性は国家機構にも顕著な変化が認められる時代である。スネフェルの王子ネフェルマートが最初に就任した。この職は第四王朝時代の行政組織の最高位であり、その下に国庫管理、建築労働を統括する諸部門が置かれた。上位官職は王族が中心となり、大規模な建築活動やプロジェクトを実施する。 組織体系が形成され始めた。スネフェルは、第三王朝時代のピラミッド建造を引き継ぎ、大規模ピラミッドを複数建設している。彼の時代のピラミッドは、より整備された形状を目指した技術的な模索の跡が見て取れる。こうした努力はやがて、スネフェルとヘテプ・ヘレス一世の子、クフが王位を継いだ後に、クフ王の大ピラミッドとなって結実することになる。こういった、 大規模建築を支えたのが、スネフェル以来整備されていった、行政組織とそれによってもたらされる領土からの採入や労働力の集約であった。スネフェルの後を継いだ、クフ王は、父と同じ上、エジプト第16県で生まれた。クフ王は、父が進めた、行政組織の整備と外政を引き継いだと考えられる。彼は、父と同じく、市内半島に出兵し、鉱山を、 主語したという。クフ王の時代の特筆すべき事業はギーザにおけるピラミッド建設である。彼の建てたギーザのピラミッドは高さ146メートル、一辺、約230メートルという巨大建造物であり、建設には2万人から2万5千人の労働力が必要であったと言われている。これはヘロドトスによる記録に比べ少ないが、 当時のエジプトの推定人口の1%以上であり、クフ王時代の第四王朝の国力を示してあまりある記念碑である。クフ王の没後に多いを継いだのは、クフ王の息子ジェドエフラーであった。ジェドエフラーの知性は8年と推定されているが記録が乏しい。判明していることの中で重要なことは、ジェドエフラーが歴史上初めて自らを 太陽神ラーのことしたことである。この主張は、後のエジプト王に受け継がれていくことになる。ジェドエフラーの後、彼のイボ兄弟にあたるカフラーが王位を継いだ。カフラーもまた父と同じく巨大ピラミッドの建造によって名高い。彼のピラミッドは、アスワン産の赤色花崗岩がふんだんに使われており、ナイル川の上流域まで安定した支配が及んでいたことが伺える。 ヘロドトスはこのことに言及しカフラーのピラミッドにはエチオピアの遺が使われていると述べている。カフラー王の時代の王はおそらくはマネトの記録にある統治年数不明のビケリス王にあたる人物で短い統治があったと推定される。そのエジプトでの名前は、非文からバカもしくはバウエフラーであると考えられるが確定していない。その後カフラー王と 王妃カメレルネブティ一世の子、メンカウラーが王位を継いだ。メンカウラーもまた、ギーザの大ピラミッドの建設者であるが、彼の建造したピラミッドは、先の2期に比べて、かなり小ぶりになっている。これを国力減退の証拠と見るかどうかは、学者間で立場が必ずしも一定しないが、彼以後のピラミッドの規模が急激に縮小している点は、重視される。 ヘロドトスは、メンカウラーが、かつて、エジプトに君臨した王の中で最も、エジプト人に称賛されているとして、空想的な偶話をいくつも記録している。メンカウラーの後の、第四王朝の歴史は、不明瞭である。メンカウラーと、王妃カメレルネブティニセイの長男クエンラーはおそらく、不王より先に死んだ。後を継いだのは別の王子シェプセスカフであり4年ほど、統治した。 マネトによれば、第四王朝は、タンプティスという王で終わりを告げた。これはほとんど記録のないジェドエフ・プタハという王と、同一人物であるかもしれない。しかし彼らの知性は短く、その詳細も明らかでない。まもなく、第五王朝が開かれた。第二中間期に記されたと考えられる、ウェストカーパピルスと呼ばれる文書に記された、魔法使いジェディの物語には、第四王朝と、 第五王朝の交代が次のように描かれている。クフ王が気晴らしのために王子たちに珍しい物語を語るように命じた。王子たちは様々な物語を披露したが、最後の王子は物語を語るのではなく魔法使いのジェディを連れてきて、クフ王の前で奇跡を演じさせた。クフ王はジェディに未来を問うと、ジェディはクフ王に予言を聞かせた。あなたの王朝は、 あなたの息子カフラーと孫のメンカウラーの知性の間だけ存続することでしょう。そして、太陽神ラーの子孫であり、ゲイエジプトの太陽神の聖地に仕えるラー神官の妻、レドジェデトの子孫として生まれる新しい王家により、王位を奪われることになるでしょう。その後、レドジェデトは、イシス人、ネフティス神、メスケネト神、ヘケト神、クヌム神の助けを得て3つ幸運だ。 三人の子には、イシス人によって、ウセルカフ、サフラー、ネフェルイルカラー、カカイの名が与えられた。その後の物語の末尾部分は失われているが、おそらく予言通り、第四王朝と第五王朝が交代したことが綴られていたと考えられている。この物語は到底史実として見ることはできないが、エジプトに皇王国時代から長く伝わった俗話であると考えられる第四王朝は、 史上最大のピラミッド建築が行われた王朝である。ピラミッド建設は第三王朝時代のジェセル王の階段ピラミッド建設以来、第三王朝の歴代王が継続したが、それらはいずれも階段ピラミッド、またはその変形である。そして大規模なものの多くは未完成であったり崩壊してしまっている。これは国力の問題でもあり。 また技術的な問題でもあったと推定される。第四王朝最初のオースネフェルは、第三王朝時代の建設政策を引き継いで、大規模なピラミッドを建造した。しかし、その建築様式は、第三王朝時代とは様変わりし、階段ピラミッド様式から、新生ピラミッドへの移行が模索された。新聖ピラミッドとは、旧来のピラミッドのように階段上の外観を持つのではなく、 直線のラインを持った、片水系のピラミッドである。片水型は、太陽光線を具現化したものであると考えられており、王権と太陽神信仰との結びつきが強くなった。この時代に、王は、死後階段ではなく、太陽光線を通って焦点するとされたことが、反映している。片水の斜面角は52度が理想とされた。この角度は、ヘリオポリスの聖なる石。 ベンベンに由来すると考えられている。スネフェルによって建設されたピラミッドは3基ある。屈折ピラミッド、赤いピラミッド、崩れピラミッドの3つがそれである。これらのピラミッドはいずれもその形状が得意なものであり、理屈の上では理想とされたピラミッドを建設を目指した時の試行錯誤の跡が見て取れる。最初に建設された屈折ピラミッドは高さ101メートル。 一辺189メートルの規模を持ち、その名の通り途中で斜面の角度が変更されて、屈折している。これは一般には、階段ピラミッドと同じ石積みの方法で、片水系のピラミッドを建設しようとしたが、工事途中でこのまま建設した場合に、構造的にピラミッドが事情に耐えられなくなると判断、されて、設計変更を施されたものであると言われている。 スネフェル王の赤いピラミッド、緩い傾斜角が確認できる。次に建設された赤いピラミッドは、石積みの方法を、従来の傾斜積みから、水平積みと呼ばれる方法に変更して建造され、初めて直線のラインを持った、片水系のピラミッドとして完成した。しかし、斜面の角度は43度余りであり、理想とされた52度には遠く及ばなかった。そこで次のピラミッドは、 すでにある階段ピラミッドを埋めて建設するという方法が試された。第三王朝最後の王、国が残した階段ピラミッドの外側に石積みを追加して高さ92メートル、一辺144メートル、傾斜角約52度のピラミッドが建設された。しかしこの方法で作られたピラミッドは耐久性が乏しかったらしく、後に外装部分が崩落して、 崩れピラミッドとなった。しかし、一時的にでも求められた形状のピラミッドが完成したことは大きな遺産となり、崩れピラミッドの建設を通して得られた経験によって、新生ピラミッドの建築方法がほぼ完成された。なお、スネフェルオが建造したピラミッドはいずれも試行錯誤の中で生まれた特殊な形状をしてはいるが、ピラミッド複合体と呼ばれる付属施設を備えたもので、 あり、建築方法の模索のためにだけ建設されたものではない。クフ王の大ピラミッド。やがて、スネフェル王の後を継いだ、クフ王の時代になって、完璧な神聖ピラミッドである、クフ王の大ピラミッドが完成した。これは今日でも、ピラミッド型の建造物の中では、世界最大の規模を持ち、高さ146.5メートル、一辺。 約230メートル、傾斜角51.5度となっている。その後のカフラー王のピラミッドも、クフ王のピラミッドとほぼ同じ規模を持って建設され、今日まで残っている。ギーザの三大ピラミッドの最後の一つである、メンカウラー王のピラミッドは、前の二つに比較して、半分以下の規模しか持たない。これは、国力の衰退の証とは見られていない。その後の、 第5王朝の建設したピラミッドも極めて小規模であり、また第6王朝時代までピラミッドの大きさはほとんど一定のまま変化しない。これは王権にとってのピラミッドの位置づけ、あるいは建造目的が変化したためであるとされる。事実、クフ王の時代を頂点として、カフラー王の時代にはすでにピラミッド建築の縮小が確認されるのである。 ピラミッド建築の詳細や変遷については、ピラミッドの項目、及び各ピラミッドの項目を参照ヘロドトスは、エジプト人自身のこととして、ピラミッドが過酷な労役によって建設されたとしている。しかし、ワークマンズビレッジと呼ばれる、当時の労働者の遺跡等での発掘調査の結果、その労働者には、休暇等社会保障も与えられていたことが明らかとなり、 奴隷による過酷な労働の成果という認識は古いものとなっている。こうしたことから、冷戦期にはピラミッドの建設には農管期の公共事業としての側面があったとする公共事業説が普及した。これは日本においては、早稲田大学のエジプト学者吉村作次によって提唱され、イギリスでは高校学者バリー・ケンプが同様の説を唱えた。しかし、 考古学者の河江に余つ際は、ピラミッド建設によって、需要を生み出し、失業対策のような、経済波及効果をもたらしたり、ピラミッド建設を完了による資源の集中管理と結びつける、公共事業説は、資本主義と社会主義の対立という冷戦時代の世相を反映したものであり、まして公共事業を、ピラミッド建設の 目的とし、同時に唱えられたピラミッドは応募ではないとするような見解は不正確であると指摘している。ありがとうございます。